はい、皆さんこんにちは、フォーゲーマイシマのリッチです。今回はサモンズボードやっていきたいと思います。はい、ということで今回来ているのは新キャラクターですね。新しい限定キャラになります。こちらはですね、乱獣装置というんですかね、ラナ登場しております。かなり強力で、ちょっとツイッターとかでもあげたんですけど、まあ、まずリーダースキルはですね、キー、光、闇の味方は攻撃力が2倍ですね。で、なおかつディフェンスタイプであれば、HP60 倍以上で攻撃力 3.5 倍なんで、基本が7倍ぐらいになる感じですね。で、さらに HP が5倍以下になると攻撃力が10倍になります。で、光、キー、光、闇はもともと2倍なので、多分20倍になります。で、なおかつですね、スキルが回数制限2回あるんですけど、味方全体が15ターンの間1回のみ 3% で HP 3% 復活で、攻撃力が 1.3 倍、回数制限2なんですけど、30ターンも戦うシーンって結構少ないと思うんですよ。で、なおかつスタートの段階だと、まあレベル1だと、スキルレベル1だと5ターンかかるんで、まあ、大体35ターンですね。35ターン戦うことって結構珍しい。まあ上の方だと結構あるんですけど、まあ使いどころさえ間違えなければ、まあ、ほぼ常に 1.3 倍のバフをかけた状態で戦えると。つまりですね、HP が5倍以下になっている状態であれば26倍まで引き上げれるんじゃないかなと思います。で、エンハンスかけたらとかいろいろ考えると、エンハンスもかかってるんですけど、いろいろ考えると、まあ、夢が広がるなと、そういった感じになっております。はい、能力がですね、進化前じゃない、ごめんなさい、レベルが1の状態だと攻撃力なんと14です。14 で、マックスでも、100になります。めちゃくちゃ低いですね。まあ、なので、まあ、かなりサポート系のユニットになるんですかね。リーダーにしつつサポートするみたいなユニットになると思います。まあ、矢印はでも、まあ、若干ね、下矢印1っていうのが気になりますけど、一番下に配置しとけばまあ問題ないかなと思います。で、全体化持ってバリアですね。で、今回ラインナップにですね、注目しているのは相性がすごくいいのは多分チャンドラーですね。チャンドラーは回数制限1回なんですけど、ディフェンスタイプの味方は全体の HP が 99% 減少する代わりに3ターンなんでダメージもこう、これかなり強力なんですよね。で、まあ今結構いろいろユニットがですね、ディフェンスタイプ、例えばちょっと先に切り替えちゃうんですけど、こちらラミエルとかもそうなんですけど、 HP5% 以下で攻撃力何倍みたいなパターンが増えてるんですね。なので個人的にはチャンドラ欲しいですね。まあ、リーダースキルはまあまあまあ普通な感じですね。で、ラミエルは僕持ってるんですよ。なので、まあ、最悪ですね、ラミエルとチャンドラをコンボ組ませると、ラミエルでめっちゃ減少するんですけど、ごめんなさい、チャンドラでめっちゃもう HP99% 減少するんですけども、ラミエルを使うと反転させれるんで、まあ、マックスに戻せると。で、使い方を変えれば、まあ、HP マックスの状態で反転させて、で、まあ、敵に攻撃しても次のターンでラミエルは HP2 万回復するんで、まあ、単体でも使いやすいという感じで、ラミエルも強力ですね。今回はチャンドラ、ラナ、チャンドラ、ラミエルはもう一体と思うんで、ラミエルあたりが欲しいなと思います。あと、ギルドバトルですごく活躍しているテュール、こちらも欲しいですね。僕ギルドメンバーの人が今使ってるんで使わせてもらってるんですけど、まあ、できれば自分でも一体持っておきたいですね、ぐらいかな。そのあたりがいればいいなと。あとはまあ出てないキャラが出たら嬉しいですと。よし、説明長くなりましたが、いきたいと思います。あ、そうなんですよ、なんでこのラナこんなに欲しがってるかというとですね、まあ、ちょっと延期が決定しちゃったんですけど、メツキューですね、メツキューがおそらくまあディフェンスタイプが有効になるんじゃないかと予想していて、で、ラナがディフェンスタイプなので、今回なんとかしても手に入れておきたいなと思っております。調節アップ4倍なんでね、金のコマばっかになるんじゃないかなと思います。まあ、被ってもモンスターなんですね、モンポじゃなくてサモンクリスタルに変わるんでね、いいんじゃないかなと思っております。いくぞーでいっ、来る気がするんですよね、なんかこう、あ、この通信長い感じいいんじゃないですか。赤に光るといいんですよね、確か。じらしてじらして、ここでドン、あー、いいんじゃないですか。これ赤もいいかいですね。ティン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 、金、金の高さ、はいはいはい。あ、ラミエル来ましたね、違うぞ、落ちた、来た、イエス、まずは1体
欲しかったやつ。よし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 、いいぞ。まあいいじゃないですかね、欲しかったやついただいたんで。テュールはとりあえず確保しました。よし、次だ、ラナ、君が出ることを願ってるよ。あとね、チャンドラも必要なんですよ。やっぱチャンドラ必要なんですよ。次はこのパターンでいきましょうかね。ゴージャスさん戦法、よっしゃ、あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。キン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 、オールキンは一個銀。あ、俺かぶるね。いや、もっとなかったんか、シルフ。シルフもっとなかったんか。うわー、まずいってー。まあまあまあ、こんなもんですよ、とりあえずね。まだいけるんで、いきましょうか。頼むぞ、30回目。いや、ラナが必要なんですよ。滅球攻略にはきっと、そう信じている。まあ、属性がね、あんまり相性が良くなかったりとかするんですけど、まあ、前回のテラーもそうだったんですけど、うわー、色がついていない。でも全部金。え、なになになに、よっしゃー来たー。いや、これですよ、ジス、来ましたー。マジですげえ嬉しいんだけど。てか、レベル1で HP1 万5000ってありすぎじゃない、やば。ただね、チャンドラ、チャンドラ、おっ、もう一回出た。やばいな、これチャンドラも必要なんだよな。おそらくですよ、チャンドラが必要なんですよ。わかんないですけど、行きます。これ行くしかないんじゃないですか、この感じ。いや、来てますよね、流れ、きっと。これよく私、マフィア・カイジサっていう人動画撮ってるんですけど、あの人よく来てる時は回せ、もうこれらしいんで。いや、でもランナー出たしな、次でチャンドラ出たらマジ神なんですけどね。行きましょう。いや、今日はいいよ、たくさん回すよ、今日たくさん回すよ。あの、なんかふわふわっていうあの演出何だったんだろう。別になんか、あの、何でしたっけ、ラナーのとこじゃなかったし。キン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 、金率の高さ、チャンドラ、チャンドラさん頼むよ。ピンポイントいったらきついのかな、さすがに。いやー、悩ましい。石がなくなる、石がなくなる。で、僕はね、チャンドラ欲しいんですよ。もういい、これで最後にします。本当にこれ、なんだろう、50回回したかな、これ。あ、やべ、なんかあの、あれやるの忘れた。いや、色が、でもこれでランナー出てるしね。それなんなの、そのふわってやつ。いや、もうかぶっとるしね。終了。いや、後味悪いですよ、ランナー出たんでよかったんじゃないでしょうか。いや、チャンドラ欲しい。え、持ってる落ちないかな、ないよな。はい、といった感じでですね、今回の動画は以上となります。この72個残ってる感じがね、気になるんですけど、で、以上となりますって言ったんですけど、もうここまで来たら回すしかないでしょ。オチをつけたいんだ、頼む。あれ、長い、すごく長い、すごく長かったぞ。頼むよ。うわー、もうね、この色はもう関係ないことは分かった。銀率の高さよ。期待させやがって。え、しかもこの星座シリーズの中でスコーピア若干あれだった気がするぞ。うわー。
と一体。人生はそううまくはいかない。以上となります。はい、皆さんぜひですね、今ラナが出やすくなっております。いやラナ以外も出やすくなっております。金がいっぱい出るのでぜひガチャ引いてみてください。はい、今回の動画は以上となります。それではまた別の方でバイビー。